もうブラウン管テレビは映んないぞ。もうどこから持ってきたのよ。だから俺たちで浜松をさ。まあまあわかるけど、俺たちも年取ったしさ、子供の送り迎えとかあるし。お前だって家族の生活もあるだろ。そうだな。もしもし、怪人が？あ、わかった。おい、おい、ちょっと。また始まったよ。ついに重い腰を上げたヒーローたち。向かう先に待ち受ける怪人、いよいよ怪人との因縁の対決となるか。次回浜松戦隊ヤラマイカ、久しぶりのヒーロー、次回も見てね。浜松の魅力解説コーナー。皆さんテレビって好きですよね。そんな皆さんに質問です。テレビの父って誰か知ってますか？そう、テレビの父って浜松出身の高柳健次郎さんなんです。この方が世界で初めてブラウン管テレビにカタカナのイという文字を。おい待ってくれよ相棒、しっかりしてくれって。はい、このようにカタカナのイという文字を写したんです。はーまーまーでーあ、ず、しょう、う。浜松市出身の石川くらじさんが目の不自由な方のためにこの日本式展示を作りました。動画には他にも浜松の魅力が隠されていました。答えはヤラマイカ特設サイトをチェック。